誰か映ったよな。犯人捕まったってことは、映ったからって心配する必要ないのか。でもそういや以前、このぼんやり映像、まるで犯行予告だとか意見出なかったっけ。考えてみりゃ、真夜中テレビって結局何だったんだ。事件と絡んでたのか。あーなんかすっきりしねえな。どう思うよ。映ってたの誰だと思う？ナオト？なんであいつが映るんだ。そういやあいつ、真夜中テレビのことはどう思ってんだろうな。ああ、わかんねえ。気になる。きっと他の連中も見ただろうから、明日学校で話そうぜ。じゃあな。で、昨日の真夜中テレビだけど、映ったの誰なんだろう。クマにも連絡したけど、あっちには誰も入ってないっつんだよな。だって犯人もう捕まったじゃない。まあな。え、ああ、なんすか。なにボケてんだよ。昨日のテレビお前も見ただろ。あんなん関係ねえっすよ。もう犯人パクられたんだし。先輩らビビりすぎっしょ。ナオトの野郎が言い残したことわけわかんねえし、振り回されたってしゃあねえっすよ。え、ナオトくん？いや、その、なんつうか。なんだよ、ナオトの言ったこと気にして、そんでぼんやりしてたのかお前。お前あいつとのことまだ引きずってたんだ。違う、引きずってねえっすよ、なの。まあまあわかるよ、否定したい気持ちはさ。でも無理すんな。誰も責めたりしないから。の野郎うぜえぞ。引きずってねえっつってんだろ。ったく、俺用事あんで引けるっす。ダメだって、そこいじったら。そういうの流せないって知ってんでしょ。ねえ、なになに？幹事って直人君となんかあったの？あ、それよりさ、なんだか最近変じゃない？町の雰囲気、みんな妙に浮かれてるっていうか、他人の話ばっかりして。そう？別に今に始まったことじゃないっしょ。やばい事件が解決したんで、不安がなくなった反動じゃん。世間なんてそんなもんよ。たまたま旬が来てるんでしょ。即熱して即冷める。お祭りよ全部。流行り廃りに訳なんてない。でもいくらなんでもちょっと変っていうか、なんだか怖がってるみたい。あ、ごめん、そんな気がしただけ。ふん。今夜も雨だっけか。テレビはチェックだね、一応。あ、おかえり、お兄ちゃん。皆さんこんばんは。探偵王子こと
白金直人です。世紀の大実験、ゲノムプロジェクトへようこそ。僕がこれから受けるのは、人体改造手術。禁じられた素晴らしき秘宝。あなた方は今こそ目にするでしょう。この僕の新たな旅立ち、新たな誕生の瞬間を。僕という人間がある日を境に、全く別の人生を歩み始め。そんな記念日を皆さんと共に体験したいと考えています。どうぞお楽しみに。あ、もしもし、先輩っすか。今、ナオトの野郎が。これつまり、あいつ誘拐されたんじゃ。テレビがはっきり映って喋ったりするのは、確かあっちに放られてからなんすよね。どういうことっすか。犯人捕まってるはずじゃねえんすか。あ、すんません。探偵だの手柄だのっつって、てめえが拉致られてりゃ世話ねえだろうが。クソ、イライラすんなあいつ。とにかく明日すぐメンツ揃えましょう。昨日の直人くんだったよね。クマくんどう？やっぱりいる？匂いするクマ。これじゃ同じだ。今までと何も変わってねえ。今までと同じ。そうか、だから直人くん急に特番の取材に。直人くん違和感があるって言ってた。納得できないって言ってた。それと誘拐されるのはテレビに出た人だって言ってたでしょ。まさかおとりになろうってのか。俺らも直人も同じ推理してたろ。テレビに出て話題になった人が失踪ってさ、あいつそれが正しいって自分で証明しようとしてるんじゃ。わざと誘拐されたってこと？そんな、死んじゃうかもしれないんだよ。遊びのつもりじゃないってあの子言ってた。どうしよう、私だ。私が前あの子に。バカが、分かるように言って行きやがれってんだ。詳しく話せば止められると思ったんだろう。だからわざわざ。なの分かってる、クソ。でも今捕まってる犯人はモロキン殺したの久保でしょ。そうか、確か直人くん言ってたよね。諸岡先生の時だけ死因がはっきりしてて変だって。じゃあ久保はモロキンしか殺してないのか。だからモロキンだけテレビに入れられた形跡がなかった。モロキンの時だけ手口を変えたんじゃない、花から別人の犯行ってことかよ。じゃあ直人くんさらったやつが真犯人ってこと？でも待って、久保のやつ全部自分だって言ってなかった？他人の罪をかぶったの？おかしくない？ニュースでも犯人の少年は他の事件も自白してるって。それにまだなんか引っかかることが。パクられた奴のことなんざ関係ねえっすよ。グズグズしてっとあのバカが向こうでくたばっちまう。行くしかねえだろ。確かに誰か入ってる。それにこの世界また少し広くなってる。
さすがやね、エリセちゃん。クマの鼻そこまではもう全然無理。肩もみもみしましょうか。邪魔すんなっつの。前と同じ。いるのはわかるけど場所が見えない。何かあの子のこともっとわかるもの、手がかりが欲しい。今のままじゃどっちに進んでいいかわかんない。くそ、あいつのことわかんねえことだらけじゃねえか。けどこのままじゃあいつ、いつものことでしょ。焦らずに天気を気にしていつも通りやろう。必ずうまくやれるって。とりあえず彼の居場所つかめそうなものを探さないと。わかってるっす。焦ってなんかいねえっすよ。こっちに入ってることは分かってんだ。ならこっから出してやるだけだ。すぐ見つからなくてごめんね。けどあの子を感じられるような何かヒントあれば絶対見つけてみせるから。あ、どうも。はい。
すみません。じゃあ、また。おかえり。あのね、死んじゃって七子寂しかったけど、お母さんがいなくなって寂しいのは七子だけじゃないんだ。お父さんもきっと寂しかったんだ。お父さんごめんなさい。Thank you.
およし。悪い。ああ。じゃあな。あ、おかえりなさい。
ねえ。さようなら。あ、おかえりなさい。ありがとう。さようなら。
おう。おう。よし。マジ？よし、行こうぜ。お前だから言うけどさ、そうだな。見つけてくれた写真、お父さんに返したんだ。お父さん、優しい顔でちょっと笑ったよ。ねえお兄ちゃん、ナナコね、お父さん大好き。覚えてたのかって嬉しそうだった。お父さんはお母さんが大好きなんだ。大好きな人がいなくなってかわいそうだね。うん、ナナコいなくならないよ。ナナコね、お父さんの子供でよかった。
し、今度はお兄ちゃんの番。やったー。じゃあね、トランプやりたい。それじゃね。
ありがとう。